3位決定戦の第1セットに参ります。ディレクト対野獣と美女です。この第1セット制するのはどちらだ。さあそれでは参りましょう。波動ファイト。さあまずはディレクトのステータス、一番奥側レン選手5221、そして直樹選手1135、そして高丸選手が4321といったステータスとなっております。対する野獣と美女、一番奥側丸選手が4321ですね。4321、ジェミー選手1135、モケ選手が5221という編成となっております。まずは1対1、ここでモケ選手が1点を取っていく。残り時間は40秒、クリティカルヒット4枚抜き、丸選手が4枚抜きを決めていきます。1点差、春直前をしっかりと見ていた丸選手、2点差。さあ残り時間は20秒、2点差。さあここディレクトしっかりね前に詰めて点数を取っていけるかっていったところなんですけれども、アタッカーをしっかりと玉筋に合わせていきたい。残り時間は10秒、ヤジトビジョ後ろでもしっかり避け切りたい。あと1点追いつくか。さあどうなる。あー追加点、試合終了。3対5、ヤジトビジョの勝利です。さあ第2セットです。お互いに変わりません。波動ファイト。お互いに第1セットと同じステータスの編成できております。ディレクト1番奥川蓮選手5221、真ん中直樹選手1135、そして高丸選手4321。対する野獣と美女、まず丸選手が4枚抜き2連続得点。丸選手が4321、真ん中ジェミー選手が1135、手前モケ選手が5221といったステータスとなっております。ここでモケ選手が1点を取っていく。対角狙っていった。残り時間は40秒、半分を切った。シールドの枚数は大体同じですが、野獣と美女が少し合わせて張っていく形です。自分の1壁を使いながら攻めていきますが、まずはシールドを割っていきたい。残り時間は20秒、まだ3点差はねまだ巻き返せますからね。コート上にいるのは3人なのでね。残り時間は15秒、ここでディレクト前に詰めて攻めていきたい。さあ野獣と美女逃げ切ることができるのか。前に出た。あーいい、すごい受け。試合終了。1対3、野獣と美女の勝利です。